コップに立ちましたね。練習は91でベストボールを取ってます。5位ぐらいまで入るわ。今日はやっぱ92、3だね。5位ぐらいですか。謙虚な気持ち。92、3を久保さんが取るんだ。うん、目指して頑張る。いや、謙虚にいきましょう。謙虚にいきますか。今一つ、そろそろエンジンかけないと思ってますけど、昨日はちょっと1点ずつ取ったんですけどね、練習の時は。でもやっぱり分かりません。クリッパーさんの協賛大会でございます。今年も5月と9月の2回ですね、行っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。過少貧困計算間違いはグループ全員が比較になる場合もございますので、くれぐれも4人でチェックしてくださいね。パーカーさんばっかりの責任ではございませんので、よろしくお願いいたします。2m 外した男。もう2m 外した。1m 外した男。これ外しました。日本版。調子いい。いいことはないです。
でも頑張ってます。6あって28したらすごいいいでしょ。え28です、ね、私28、うん、28 38だって田畑さん怒るよ。23? はい、すごいでしょ。すごいんだもん。持ってるね。間に合いでしょ。いやふみこさんの目が鋭い目に向かってすっかり手が縮みました。なんてこと言うんだよ。鋭い目見せて。鋭い目、優しい目でしてるしょね。どんな目、どんな目で。優しいよ。どんな目、優しい目してるよ。もういいよ、くみちゃん。立派なもんだって1話やるもの。これから、うん、1から5まで全部やっていやー、出だしもうつまずきました。でも悪くないでしょ。いやー、精一杯ついてあるか。
あ、いいって聞いたけど、うん、いいわけないっしょ、うん、OB、OB、生子 OB2 回もやったの、うん、あら今せっかくね、2、4つ来たんだけど、おお、すごい、ここ4体で、うん、すぐ貯金あるでしょ、え、貯金、貯金はあるけどね、もう4も5もないからだから成績はね、グッドなんだ、よんよんよね、これから挽回すれば頑張りですね、25です、すごい、29でございます、おい、悪くない悪くない いや、ダメ。頑張ってます。必ず謝るんです。申し訳ないです。いや、謙虚だ。今日はバッチリです。今日バッチリ。はい、おお。これは昨日練習したでしょ。
ということで5と5 あそこでハマってきました。どこで例の句なんだ7だOB にやつだし OB にやつ4人がこんなに笑ったらどうすんの。いやまた熱出るね。気分悪いです。帯出したから
本当にダメ。本当にダメ。4もある。4もある。ペースとしては100切るぐらい。100切りたいなと思って頑張ってる。今日は結構今のところはうまくいってるんですけど、でもちょっと失敗した。私メンバーが強すぎて萎縮しちゃった。福井さんいますか。副賞でお食事券5000円になります。はい、それではどなたでしょう。栄えある女子の優勝。お相場師ラッコさん、プラス99、ハンデマイナス8、ネット91。副賞でお食事券6000円になります。はい、おとぼしさんは2年ぶり、2度目の優勝ですね。皆さん大きな拍手をお願いいたします。では男子の準優勝、竹内隆夫さん、プラス98、ハンデマイナス8、ネット90、お食事券は5000円になります。おめでとうございます。皆さん21で待ってますね。はい、それではまだ分かりませんよ。
あ、分かってますね。プレーオフの結果ですね。はい、ハイヤー男子の優勝。村上正彦さん、今年9位に勝ってマイナス2、ネット90。はい、村上さんは昨年のピコット杯以来2度目の優勝です。皆さん、もう一度大きな拍手をお願いいたします。 A コース、C コース、B コースが22で回る女子のベストクロス賞、高田恵子さん、プレーオフの結果ですね。クロス99。誰も驚いてないみたいですね。はい、おめでとうございます。続いて男子のベストクロス賞、村上正彦さん、クロス92、本日ベストクロス優勝です。おめでとうございます。続いてクロスポイントランキングを発表いたします。まず女子からいきます。はい、牧野信子さん、これですね、10ポイントで4名並んでいるんですが、皆さんお若いんですね。牧野信子さんが年齢上位ということで、続いて男子いきます。宮尾正信さん、17ポイントで首位に立っております。宮尾さんと牧野さん、来月は招待選手になりますので、ご参加のほどよろしくお願いします。お二人とも2回目の優勝。2回目、あ、去年ピポット、あ、ピポットね、ピポットで、いいところで勝った。月齢では初めてです。月齢は初めてね。いや、いつかは勝ちたいと思って嬉しいです。しかも今日ベスグロ優勝、すごいです ね、 ね、何が良かったんですか。今日パターンがね、入ったんだよね、すごい調子よ。練習の成果は、そうですね、いやね、あそこにね、これ練習の成果出たもんね。一緒にやったでしょ、後ろの人ね、ガラスに映ってるから。笑ってるから。今日は何が良かったんでしょう。ショットが良かったです。ショット、うん、だからパットは結構外したんですけどね、うん、ショットが良かったから、ショットがいいとこつければね、うん、なんとかなるんだけど。でも2人ともね、プレーオフ出たでしょ、うんうん、プレーオフ村上さんは勝ちましたけどね、うん、なんとかね、どうでした、200人に囲まれて。素晴らしいですね、うん、気持ちよかったでしょ。そうね、気持ちよかったね。私悔しかった、悔しかった。はい、そしてホーリーワンです。はい、初めてでしょうかね、今日ゼロでした。次回はもう少し優しい方がしたいなと思います。はい、そして、次回の大会なんですけども、まず伊藤森の方はですね、次回は5月の28日火曜日、メガドンキホーテ杯春のペアマッチ大会ございます。今年も糸井の森と浜松のですね、行ったり来たりの大会、朝ドンがいよいよ始まります。こちらの方は5月の18日からですね、今度の土曜日、浜松の方から開幕します。スペシャルいきますよ。お、いい番号だね、これ21、牧野信子さん、後ろ後ろ後ろ、はい、おめでとうございます。